金額ですね、これをドラッグしてあげると、はい、ボールペンと消しゴムだけのデータを見たいよと、ボールペンと消しゴムだけの売り上げのデータ見える。こんにちは、戸田悟です。ピボットテーブル Excel の難しい機能と言われてますけれども、一発でわかる動画作ってみました。まあまず見てください。多分使えるようになると思います。はい、今回はピボットテーブルについて説明したいと思います。 Excel で難しいと言われている機能ですよね。ピボットテーブル、関数、それからマクロが難しいなんて言われますが、実はですね、関数や数式、マクロも入門編は簡単なんです。で、ピボットテーブルも非常に簡単なんですが、僕はパソコン雑誌とか単行本で説明をしてきたんですが、いまいちこう理解度が低いというか難しいという方が多いと。で、これ動画にしたら分かりやすいのではないかということで、今回ちょっとチャレンジをさせていただきます。ということで、今ここにですね、表があります。これはですね、まあもちろん適当に作ったダミーの表なんですけれども、日付にごとにどんな商品が何個売れて、単価がいくらで、金額がいくらで、どの営業所で売れたのか、また現金かカードかというのを一つの表にしました。で、よくですね、こんな表ありますよね。営業所ごとに何がどれぐらい売れたかみたいな、こんな表を作りたいわけですが、当然このデータからですね、分析というか、合計を出したり、データを入力していけばこんな表を作れるんですけれども、まあ、当然、次の仕入れとか経営状況を把握するためにはこういうデータが必要になるわけですが、このですね、日々の売上からさっきお見せしたこのサンプルのような表を作るのは結構大変だということで、で、この表をピボットテーブルを使うと簡単に分析できるというわけです。まあ、クロス集計なんかとも言われますけれども、ということで、じゃあ早速具体的な使い方を紹介していきましょう。見た方がとっても簡単です。はい、でまあ、ピボットテーブルを作るにあたって注意していただきたいのは表記の統一ですよね。これ鉛筆っていうのが、カタカナだったり漢字だったりするとですね、うまく当たり前ですけれども集計できませんし、まあ、営業所とか種別などもですね、きちんとデータが統一されているというのが重要になります。そして、まあこれも当たり前ですけれども、このサンプルのようにこう縦に伸びている表で複数の項目あるものが便利ですよね。こういう複数の項目、例えば単価とか金額、それから営業所、種別などというふうに複数の項目があるものをピボットテーブルにすると便利です。例えばこれが日付の売上の金額だけであれば、まあ、ピボットテーブル作る意味がないのかなというような気もしますけれども、ちょっとポイントがですね、これ日付のところを見ていただけるとわかるんですが、同じ日に3つ売れてたり4つ売れてたり1個しか売れなかったりという日もあるわけです。で、このようにバラッバラのデータをうまく集計できるのが便利なポイントです。ということで、じゃあまず早速ですね、ピボットテーブル作っていきたいんですけども、作業は簡単で、この表が結構まあこれ28行ぐらいまでありますけれども、中にカーソルを置きます。まあどこでもいいんですけれども、まあ今回は A21 に置きます。で、挿入ですね、挿入タブをクリックすると、左側、テーブルの中にピボットテーブルありますから、もう一回ありますね。挿入タブをクリックして、テーブルの中のピボットテーブルをクリックします。はい。すると、このようにですね、まず、データの範囲、テーブルの範囲ですね、これ、正しく設定できているので、はい、今回はもちろんこのままで、はい、きちんと表がすっきり、範囲に収まっているので、今回はもちろんこのままいきます。普通はこのようにうまくいくはずです。で、外部データソースを使用っていうのは、基本的には、これ、会社なんかでですね、データベースを使ってる際の機能なんて、まあ使えないと思います。で、選ぶのはここなんですけれども、新しいワークシートに作るか、それともこのワークシートの中に作るかという選別なんですが、まあこれはですね、慣れるまでは新規ワークシートにした方がいいと思います。で、クリックをします。はい、するとですね、新しいシートが自動にできて、このようにピボットフィールドという、こんな見慣れない画面ができますけれども、これで基本的な手順は完了です。ここまですっきりうまくいくかどうかで、うまくいかなければ表の作り方が間違っている可能性があるので、僕がお見せした表のようなサンプルで作ってみてください。はい、では引き続き説明していきます。前の表にちょっと戻りますけれども、はい、こんなデータを見たいということがまずありますよね。地域別。これ今見ると、はい、元のデータ見ると地域は G にあって、で製品は C にありますよね。で、それを作ってみましょうという話なんですが、はい。で、これ見るとですね、上というか行がボールペン、はい。列が東京など地域になってますけれども、これをじゃあ作ってみましょうということで、で、列のところにですね、商品名、これをここにドラッグします。はい。はい。すると、これボールペン、定規、消しゴム、鉛筆。これ、鉛筆。ちょっと順番違いますけれども、そこはまあご容赦ください。今回はですね、並べ替えることもできるんですけれども、はい。で、今度行のところにですね、先ほどのこれ見ますと、地域ですね、出てますから、はい。これ地域は今回営業所になっているので、営業所を行にドラッグします。はい。するとまあ見た目的には、この表とほぼ同じように、こ
ちら側に地域が出て、こちら側に商品名出ましたね。で、この値のところにですね、このですね、金額ですね、これをドラッグしてあげると。はい。すると、もうこのように、綺麗に表ができたわけです。で、これで、いちいちですね、データを分析しなくても、このデータから自動的に全部クロス集計して、こうやって値を出してくれますので、まあ、総合計でこれだけ売れたねということがこう分かるわけです。これでもう非常に便利なんですけれども、じゃあちょっと面白いことをやってみましょうというところで、はい。で、今度ですね、これ、ちょっと入れ替えてみましょうか。列と行。どうです?簡単にできるんですよ。はい。左と上下の入れ替えですね。はい。今上がボールペンになってましたよね。で、上が今度地域にしました。ということで、このように簡単に入れ替えができるわけです。はい。で、ここをクリックするとですね、例えば、東京と大阪だけ見たいんだよっていう時にはですね、こうすれば、はい。東京と大阪だけの値が見られます。はい。もう一回全部表示しますね。じゃあ今度こちらで、ボールペンと鉛筆だけ見たいんだよと。はい。チェックをつけたものだけがこう表示されますので、非常にこう分析としては分かりやすく、表が動的に作れますよね。活かせますよね。これで非常にこれ便利だと思うので、まあもちろんぜひ使っていただきたいんですが、じゃあもうちょっとですね、今度このフィルターっていうのも使ってやってみましょうというところで、フィルターにですね、この種別をドラッグしましょうと。はい。で、まあ一回ちょっとですね、分かりやすいように、こちらを、まあ全部、すべて選択にします。はい。で、これ元の状態に戻りました。で、種別のところでですね、じゃあ、カードだけをしようと。するとですね、これカードだけの売り上げになるわけですよ。じゃあ今度は、じゃあ現金だけにしようよと。今度は現金だけの売り上げになるわけですよ。あ、東京は現金の売り上げが1万8000円あって、名古屋は4500円なのねと。で、じゃあ今度カードにするとどう?という形でカードにすると、このように、あ、東京ってカードのお客さん多いことが分かりましたねと、名古屋カードにして7000円で、東京7000円で同じになりますね、みたいな集計ができるわけです。で、これが、まあ、さまざまな形でできますので、非常に便利ですよね。で、これ今、これ金額にしてますね。これ右のここ、今金額になってますが、これを一回削除して、ここにですね、じゃ今度、数量を持ってくると。すると、何個売れたかもこうやって出せるわけですよ。さらに、これ今カードと現金で売れた個数が違うねということもできるわけですよ。これなかなか便利ですよね。非常に便利だと思うんですけれども、このように右側のこの枠を使ってドラッグしていくだけでうまくできます。で、ドラッグして失敗しちゃったらですね、一回全部これチェックして全部消しちゃえばいいんです。そうすると元に戻りますから、これでまたいろいろと試してみてみればいいということで、思ったより簡単に、まあ、便利な分析ができるというのがピボットテーブルなんですね。はい。ピボットテーブルがですね、まあなんとなく使えるようになったら、今度はですね、ピボットグラフというのもチャレンジしてほしいんですよ。これも結構便利です。で、何がいいかっていうと、ピボットテーブルが、まあなんとなく使えれば、ピボットグラフもなんとなく使えちゃうんですよ。ということで、早速使い方を紹介していきましょう。やることは途中までさっきと全く一緒です。このサンプルデータの中にカーソルをこうクリックして選択した状態で、今度は挿入からですね、ピボットグラフというのがありますから、こちらをクリックします。すると、さっきと同じ、ほぼ同じですね、メニューが表示されるので、今回も新規のワークシートでクリックします。はい。と、これ出てくるのもですね、実はさっきと同じなんですが、結果がちょっと違ってくるので、ちょっとやってみましょうか。ということで、じゃあまず、商品名ですね。これをこっちに持ってきます。はい。で、営業所名を、はい、ここに持ってきます。これさっきもやりましたよね。同じです。で、金額を持ってきます。はい。自動的にこうやってグラフが作れちゃうんですよ。非常に便利ですよね。で、ただ便利なのはこれだけじゃなくて、例えばですね、ここで商品名さっきやりましたけれども、こうやってですね、いや、じゃあボールペンと消しゴムだけのデータを見たいよと。と、ボールペンと消しゴムだけの売り上げのデータ見えるんですよ。大阪ボールペン1本も売れてないですね。ということがすぐにわかるわけですよ。で、これ、こちらもですね、まあさっきと同じように、例えば、じゃあこれは、今度は、東京と名古屋だけで見たいよと、こうできるわけですよ。鉛筆東京売れてないですねってことがこう一発で分かっちゃうと。まあ、ここまで来ればもう皆さんさっきと同じだってことはご理解いただけたと思うんですけれども、はい。で、じゃあ、このフィルターのところにですね、種別をこう持ってくると。はい。すると、こちらで、例えばカードにするとですね、カードの売上だけのグラフを作り変えてくれると。これ非常にですね、いちいちグラフ作るの面倒ですから、で、特にこれプレゼンに役に立つんですよね。プレゼンで見せながらということで、こうやって、じゃあ現金とカードの
こんなに変わりますと言ったことがこのように紹介できる上に、でこのグラフをですね、もっと大きくしてしまっても、大きくて見やすくしてした状態でも、このグラフのここで選択できますから。はい。まあ、基本的に同じように、ここで選択できますので、こうやって紹介できると。はい、いちいち、こちらのフィールドを使わなくてもいいんですね。こうやって紹介できるというのが、これも非常にこれが、ピボットグラフの便利なところで、はい。で今、このように、まずは作ってみました。はい。それでは今度ですね、このグラフの種類をちょっと変えてみようと思います。ということで、基本的にはでもピボットグラフは折れ線グラフとか棒グラフで使うことが多いです。種類の変更は簡単で、こちらの画面の上からですね、こうやって折れ線グラフを選べば、はい。それだけで OK です。はい。ちょっとデータが少ないので折れ線が綺麗に出ませんけれども、はい。で、例えば、こんなヒストグラムダメかな。棒グラフでも縦横がこのように、利用することもできます。はい。で、さらに円グラフですね、にすることも可能で、はい。このように、これ、ボールペンのですね、今これ、金額でやってますけれども、例えば、これをですね、金額を、例えば数量、はい。ボールペンの数量、こうなりましたと。はい。いった形で、で、これ、今、カード、現金も、はい。こんな形で、利用することができると。もっとこれ、データが大きくなれば、ここも全部変わってくるというところで、グラフもですね、動的に見せられることができるので、プレゼント特に役立ちますよね。ということで、まあ、ぜひですね、ピボットテーブルとピボットグラフ、思ったより簡単で、まあ、クリックしていくだけでできますから、ぜひ試しに使ってみていただきたいと思います。以上、ピボットテーブルの使い方紹介しました。動画だと分かりやすいコンテンツもやっぱりあるんですね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。